なんだこの白バイの数は。いやー爽快だね。これだけの白バイでパトロールすればこの街の治安も安泰だね。いやむしろ治安に出してるのは我々だろう。近頃大統領選挙が開催されますからな。それに向けて治安を正常化するよう警察官総動員でパトロールしろとの大統領命令ですぞ。あの不正だらけの選挙のためにどうしてシオンたちが告知されなきゃならないんだよ。誰か早くあの大統領を暗殺してくれ。警察官がそんなこと言うな。さあやろうとも準備はいいか。当然で警察合体パトロール。開始直後から隊員の半分が落車してまったじゃねえか。もうみんな白バイの訓練を怠りすぎだよ。こんなの訓練とかの問題じゃない。治安に多数発生するに救急車は一択よこしてくれ。これ大統領選までに警察官半分くらい病院送りになってるんじゃないか。小石が一番。さすが小石先輩っす。今レースゲームやってんじゃないんですけど。あ、スタント鉄砲なスポットだ。一緒チャレンジしてみますか。私ここに一番ない。うわぁ。たっくん時間長いよ、時を加速させて。いや、いきなり陣地超えた力使うのやめれ。うわぁ、背中痛。お前もなんで一緒に飛んでんだよ。もちろん自分で飛んだんだから労災は降りないよ。そんなあんまりだ。ああ、もうめちゃくちゃだよ。スピード違反者発見。これより追跡を開始する。街中白バイ徘徊しまくってるのにスピード違反者出るもんなんだな。あいつめっちゃ舐めてますよ、パイセンやっちゃいやしょ。はい、前の車さん路肩に寄せて停車しなさい。今あいつは誰に言ってるんだ。前に車なんていないけど。いや、お前だよ、お前。お前しかいないだろうが。え、マジさっきからずっと俺に言ってたのか。そうです、早く止まってください。それじゃなおさらスピード出していかなくなっちゃったよ。いや、白バイの大群に追っかけられてるんだから諦めてよ。大群ってどこだ、俺には見えないぞ。どうやら私ら以外の白バイ全員滑落して病院搬送されたらしい。うわ、ほんとだ、シオンたちだけしかいない。シオンも病院にかけていかせて背中死ぬほど痛いんですよ。ちょっとこけたくらいでピーピーわめくな。それはそうと自分は多分骨折れてるんで病院に行ってきていいですよね。ちょっと空中で一回転して骨折れたくらいでピーピーわめくな。それがどんだけ痛いことか今から体験させてやろうか。すいませんでしたー。重症なんでしょ、だったら遠慮することはない、早く言ってくるんだ。ダーメイクなら君と同伴の元でのみしか許さない。え、それって俺も病院に行かなきゃいけないほどの怪我を負わされるってこと。大丈夫、刑務所よりはご飯マシだよ、よかったね。いやー、誰か助けてー。自然ズボッチボチで電池半年間こす。先輩さっき死んだはずでは。いや、勝手に殺すな。死にはしなかったけど顔面陥没の重傷でしばらく入院だったはず。それがどうして1時間で元通りになってるんですか。くっくっ、君たちはがアメリカ合衆国の医学を舐めるんじゃないよ。顔面陥没程度アメリカの最先端医学で3分あれば完治できるのだ。さすがアメリカ合衆国だぜ。まだ医学じゃ説明つかん、回復力。とにかく治ったんだから何でもいいじゃん。うん、小石先輩がいなくなって束の間の平和が訪れると思ったのに。ジョンさん何か言いましたか。あわいういやいや、何も。こら、止まりなさい、お前もアメリカ医学のお世話になりたいのか。お世話になるのはお前がだっつの。俺に近づくのは俺の。大丈夫だ、人気になっても最先端医学で生き返れる。人気になった人間がどうやって生き返れるんだよ。そりゃ一度ドロドロに溶かして液から再錬成するんだよ。うん、そりゃもう錬金術の類や。副署警官の認知がダイヤに巻き増えて動かなくなっちまった。きっと知ってなおも犯人を捕まえようとしてるんだね。オロロロなんてグロい話なんだ。認知になった警官の仇が覚悟しやがれ。じゃあうてめえらが自ら認知になりに来たんだろうが、俺は悪くねえ。あいつはうちの代理の認知にしたのきを言わすべっくりやー。やろう、また仲間をやりやがったな。いや、今のは俺本格的に悪くなかったよね。彼女の自爆だったよね、今のは。お前が逃走しなければこんなことは起こらなかったんだ。全部お前の責任だ。いくらなんでも理不尽すぎるだろ。食らってきたばれに嫌いだな。どうだ、これがジェポンのとある大学で生み出されたアクシスタックルだ。関連しろ、サムライマック殺人と死体損壊で逮捕だ。誰がサムライマックだ、全然かすってもねえよ。知っているか、一説ではジャポンのサムライの起源はアフリカにあるらしいぜ。何の話をしてるの。ほら、ここに座れ。今もうここでお前の裁判を取り行う。追いかけるな、こんなの非公式だろ。ちゃんと裁判は裁判所で取り行え。そして何よりもまず俺の弁護士を呼べ。弁護士ならここにいるシオンちゃんがやってくれるって。あややい、シオンが。シオン先生、刑期はどれくらいをご所望で。そうですね、最低でも終身刑、厳しければ死刑でも致し方ないと思います。こいつ全然俺のこと弁護するつもりねえだろ。なんだこの幼稚園児並みのおままごとは。それでは判決を言い渡す。判決、死刑以上制定。誰かこのクレイジーガールを止めろ。小石ちゃん、せめてこいついたぶるだけにとどめてくれ。それ全然とどめられてないよね。仕方ないなら燻製の刑だけで許してあげるか。燻製の刑ってなんだ、お前一体なんて。お前なんかこうしてやる。おばかやめろ、発煙筒そんなにばらまいたら煙だらけになる。ほぼほったほぼほっぼほ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 ぼ本当にしばらく入院しておけばよかったのに。不安先輩思うんですけど、この街の平和が乱れている原因は小石先輩にあるのでは。うん、今更だね。そんなの誰もが思ってることだぞ。だけど上層部は小石先輩に一切お咎めなしですよ。そうだね、不思議だね。つまり諸悪の根源は警察上層部が今すぐ奴らを根絶やしにしなければ。うん、お前は小石ちゃん並みの過激思考やめろ。引き続きは刑務所内の密室で催涙ガス耐久実験だ。私は連邦捜査局のコンガリー明けましたが、君たちにも犯人追跡に協力してもらう。いや、何かの間違いじゃないんすか。小石パイセンに逮捕状が出たなんて。いや、確かだ、これは連邦捜査局の最重要事件。小明治小石巡査はその最重要容疑者だ。いや、もうついにって感じですよね。いつかはこうなるってシオンずっと思ってましたよ。でもシオン何そんな嬉しそうなんだよ。いやいや、もちろん悲しいですよ、シオン超悲しいです。うちの小石に一体何の罪状が出たんでしょうか。器物損壊罪に殺人罪、大統領に対しての脅迫罪に、そして街中で電車乗り回しによる国家転覆罪、他にも数えきれないほど罪を犯してますよ。あの人はまさしく犯罪の遺伝ですよ。何それ、大統領脅迫に電車乗り回しって、私全然聞いてないわよ。
よ。罪状は暴行罪のみだ。はっはー、上司屋なんであれだけ罪を犯してて罪状はただの暴行罪。ただの暴行罪ではない、ちょうど中の暴行罪だ。小石巡査はパートにて代理人のパパイアンコさんのご子息をバイクで引いた後暴行を加えている。あ、そういえばマリサさんの裸を要求してきた権力者の息子がいましたな。マジかよ、今更あれで逮捕されるのか。いや、おかしいだろ、そんなしょぼい罪状で逮捕しに来たっていうのか。もっと優先されるべき罪があるだろ、今すぐ奴を犯罪の役満罪で逮捕しろ。いやダメだ、奴は暴行罪で逮捕する。こんなものを FBI が。私は捜査長だ、すなわち君よりはるか上の立場の人間なのだが。大変申し訳ございませんでした。あ、小石ちゃん発見しましたぞ。こら、小石ちゃん今すぐ止まりなさい。アリス社長、これはきっと何かの間違いですよ。この町の平和を守ってきた小石が逮捕されるようなこと何もやるわけないじゃないですか。見苦しいぞ、ご明示小石。こうして逮捕状が出ているんだ、観念しなさい。なんだとしおんちゃん先輩に向かってなんてひどいことを。もうお前なんか先輩じゃない。しおん直々に逮捕してやる。今しおんちゃんが運転してるんだね。だったら簡単に逃げられそうだね。よかったよかった。わかったならこうしてやる。こちら基本現在国家転覆を目論む極悪テロリストが逃走中、今すぐスワット隊と特殊部隊をここに集結させろ。何勝手に部隊要請してんのよ、しかもまるっきりデタラメ並べて。うるさい、一所長は突っ込んどれ。いや私所長よね、あなたの直属の上司よね。止まってください、小石先輩、逃走は自分の首を絞めるだけですって。小石先輩、あなたは捕まって執行縛りを受ける運命なんだ。このうちらずどもに私が君たちに教育実習をしてあげたこと忘れたのか。あんなの教育実習じゃなくてテロリスト一斉計画だ。そこで左側は任せた。あ、わかった、誘導時ブロッキングだ。もう誰だよ、こんなところに建物建てたやつ。建てる建物にお前がぶつかってったんだ。お、そう、止めろ止めろ。おい、それじゃブロックがバタバタろうが。ダメだ、仲間が無能すぎて捉えきれない。お前が諦めの無能だろうけど。通りでこの町が犯罪率を 10% なわけだ。日本の警察署はどうなってるんだ、犯人一人ろくに確保できないカスばかりではないか。すみません、すみません、問題ばかりの社員たちですみません。うわぁ、この車旋回性能悪すぎ。ロープが市民の血税でまた生えてくる。お前さっきから小石ちゃんに似たような行動をとってんのやめれ。さすが小石の教え子だ、その調子。こっそこ小石先輩と一緒にするな。え、あ、嘘でしょ、ここで助けつってマジ。容疑者停車、容疑者停車。ようやく観念しましたか、小石先輩。うわ、もう最悪。ガソリン内の知ってたら立ち回り変えてたのに。はっはっは、どうやら運がつきましたね、小石先輩。小石先輩、抵抗しないでくださいね。あなたを暴行罪で逮捕します。え、はい、ただの暴行罪、それだけ。あった、今のところそれだけらしいです。なあ、んだそれですぐに保釈金払って出られるじゃん、とんだ逃げ分だったよ。そうっすね、保釈金ぐらい小石先輩のアメリカ国家予算の2割でちゃちゃっと払いますしね。いやいやいや、小石先輩、あなたは一度刑務所に入って反省するべきです。フラン先輩もそう思いますよね。いや別にフランは小石ちゃんの好きにすればいいと思うな。しおんちゃん、私が戻ってくるの待っててよね。しおんちゃんのため特別にスペシャル教育プログラムを組んどいてあげるから。わあ、やだやだやだ、それ絶対しおんぶっ殺しプログラムじゃないか。あ、あとそこの FBI の人、そこのディーダルオ副所長って人はパンツ窃盗の常習犯で、他にもセクハラや事件の隠蔽や横領もやってますよ。いやあ、小石ちゃん、我を道連れにしないでー。よし、わかった、今すぐ捜査に取り掛かろう。あ、終わった。そしてじゃあ、アリス所長、ちょっくら刑務所に保釈の手続きしに行ってきます。ねえ、小石ちゃん。はい、なんでしょう、アリス所長。あなたもちょっと判定をしなさい、判定を。ほらほら、反撃レベル5、ごめんなさい。小明治小石は逮捕されたようだな。はい、すべては計画通りに。それで、これで準備は整ったのだな。はい、すでに用務長の連中や暗殺協会のヒットマンも OK サインを出しています。万が一も失敗はない完璧な計画です。次の大統領演説で確実に大統領を暗殺してみせます。